乾杯。ハフマグレープフルーツ。なんか果肉が浮いてます。すごくないですか？クオリティが。ナイスです。ハオクワイオ。頑張ってください。今日は一日ありがとうございました。あ、こちらこそ。インターホンとかいろいろ言ってね。楽しかった。楽しかったです。ぜひ。ぜひ。お願いします。お願いします。これなんか日本のようにカリカリしてない、硬くない、そう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 、ふわふわしてる、ふわふわしてます。なんか揚げすぎてる感じ。初間お疲れ。暑いです。暑い。卵。うん、卵。まだチーズにたどり着いてない。チーズトローンがしたい。あ、結構ここトローンかもしれない。お、来た。ほらほらほら。顔がとろけてるよ。本当に好きなんですよ。チーズ卵、卵は好き？俺もなんかできるようになっとこう。お願いします。美味しいな。美味しい。熱っ。熱い。乾杯。飲んでください。あ、飲んでいいんですか？大きいな。泡しか飲めない。ハフマ。はい。だからそこがなんかビザランができないように。今天我来到フィカフィカカフェ。好吃妹妹，好好。你好。今天我们来到哪里？来到フィカフィカカフェ。Let's go。No flash。フィカフィカだね。哇。啊，好。可以刷卡吗？可以。好。谢谢。おー。めっちゃ美味しそう。あ、厚さある？わあ、めっちゃいいな。あの後ろそっちを。俺いいよ、俺こっちでいいよ。カプチーノ、イエーイ。130円です。がインターナショナルファイナンスなんですよ。だからこっちとこっち書いてるのが全然違うっていう。あ、見開きが。いいじゃん、まだめっちゃ綺麗。マクロです。言うてめっちゃ賢いやつね。賢くないです全然。書いてるだけ。下敷きを変えたいな。あ、下敷き中学校みたいなやつやん。そうです。可愛いじゃん。本当にもらいました。本当に中学校みたいな。どれ頼んだっけ。ゆえなんのやつあれか、ファースミェンバーをちょっともうベトナムが恋しすぎてね、戻ってきましたね、ベトナム料理に。今日は何したんでしたっけ、あれ。今日はベトナムのビザを取りに行きましたしかも3ヶ月マルチビザ、最初1ヶ月ね、最初1ヶ月になってたから危なかったね、あれ。3ヶ月行かないと意味ないから、何回も行きたいから。4月から7月11日までマルチ。これはもうベトナムに行き放題ということで。行き放題です。いつでも行きますね。週末、毎週末。うわー。じゃあ俺も7月11日までにはもう一回行けるようにちょっと調整するので、ぜひ現地でお待ちしててください。はい、お待ちしております。楽しみにしております。ベトナムの人になっちゃった。かもーい。かもーい。かもーい。来た、シェシェ、かもーい。来たー。あ、これは期待大だ。お酒飲みすぎて喉が痛い。ああ。いいですね。パクチーどこ？パクチーないのかしら。パクチーは？パクチーは上面にいるんですよ。開けてみて。日本人だからのけた？パクチー欲しいです。聞こう。聞いてください。してない。じゃ最高。あ、めっちゃシャンクス。あー、来た。来た来た来た。動画撮ってるからです。絶対そう。これ文句言われると思った。ありがとうございます。YouTuber。入れちゃおう。やば。バンバン入れますよ。カズナさんごめんなさい。山菜全部入れた方がやばい。言うもんだね。たっぷりたっぷり。普通さ、T シャツでさ、親は山菜ってあるんだ。あ、そうなんです。俺らは親は山菜。めっちゃ欲しい。半分ぐらい入れちゃいますよ。食べてください。サクサクしてある。幸せ。どうぞ。嫌われそう。タクシー嫌いな人に。うん。パリパリ。うん。好吃です。好吃吗？好吃好吃。哦。越南と似てる。似てる？似てる。好香。美味しかった。よかった。パクチーが最初入ってなかったので心配したんですけど、ちゃんとあって、後から言えばくれるっていう。あれかな？パクチーが嫌いな人というか、ランチだからもしかしたら職場を考えて抜いてくれてたのか。多分中国語が苦手だから間違ってもいいよって言っちゃっただけだと俺は推測。優しいからいいですね、ポジティブ宣言。これさ、これだけとベトナム戻ってきたと話してる。パリパリですよね、パンが。いいじゃん。パン粉売ってんだ。パテがないぐらい。パンがちょっとまた違うね。これはこれで美味しいですね。想去越南。对。